運転席が無人のロボット田植え機。こちらは水田の肥料を瞬時に測定するスマート田植え機。これから先その農業をやっていくにあたって、その誰でもやれるような職業になるんじゃないかなっていうふうに感じました。実習に参加しているのは新潟大学農学部の2年生と大学院生の留学生合わせて50人余り。最新の農機具を導入し、就農人口の減少や高齢化という課題を解消し、将来にわたって持続可能な稲作を目指します。今農業の最先端の現場で、あるいはその先の技術として、この農場を舞台にしてそういったことを学べるという環境を存分に生かしてほしいというふうに思っています。9月末の稲刈りまでデジタル技術を使った成果のデータを収集します。